島田が拾う。おっと誰かがバタバタしている。西野だ。しかし運よくボールは当たらず、これは結果的にナイスプレーか。ボールを持ったのは島田。西野狙うがこれも外れた。島田チーム、これは全員で西野狙いだ。さあボールを持ったのは高橋。あっとこれはさすがに避けきれない。西野仲間にも見せられとったやないか。では無茶ぶりのお時間です。さあそれでは無茶ぶりのお時間です。いいっすよ。まずアイマスクつけろ。アイマスクって。この状態で口の中に入れられたものが何かを当ててもらいたいと思います。まだ何パーじゃ。中のものが何か言っちゃダメですからね。いいですよ。はい、今回西野で食べていただくのはこちらです。今回のメニューは、はい、こちら。とここで清人が。うるさいな、お前。すげえ。アンセント。じゃあペロってペロって。何なの？入れて。ペロってする。ペロっとするだけでいいですか？いいよ。何か当てることができるならペロっとするだけでいい。じゃあペロっとして当てます。ペロっとしてください。ペロッとしてないよ。さあ、何なそれ。何な。何か分かった。正解は何。味はなんか紙みたいな味で。紙。はい。ダンボールじゃないかな。おもろ。何なさあ、ダンボールなんでしょうか。こちらじゃあご覧ください。どうぞ。見て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 講師を務めさせていただくのは西野美希です。よろしくお願いいたします。そこ言えない。ありがとうございます。低周波ラーメンすすりのポイントは数を上げたらキリがないので、一言で言うと、んちょっと全力でやることです。はい、はい、そう、このポイントさえ守っていただければ皆さんも私と同じように完璧にできるはずです。テレビをご覧の皆さんもぜひ一緒にやってみてくださいね。それでは行きましょう。食べていいんですか。はい、普通に食べていただいて。あ、もうじゃあいただきます、はい、そういえば今日サラダしか食べてないんで。あ、そうなんですね。ちょうどお腹空いてるんで。食べてください。じゃあいただきます。うん、待ってくれ。どうしました。どうし、食べてください。食べてください。ちょっと待ってください。食べて。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。まあ、食べてほらラーメン全然食べていかないで。待ってください。教えてください、すすり方。ラーメンすすってもらわないと。わかりました、すすりますよ、今から。今すする、今からすするんです。いやいや、ほらほら、すすってすすって。なんなの。では、いただきます。あ、おっ、ああ待って待って待って。ほら、すすってすすって。ちゃんと食べて。急いですすって、急いですすって。お箸の持ち方とあ
パーで何作ろう何作ろう両手ともパーでうさぎさんずーっと見て終了遅きし遅きし西野何ですか西野何歳ですか年関係ないけど19歳。その言い方もう拒絶拒絶しとなんでこんなブリッコするのか意味が分からないしてないもんしてますしてないもんどうした西野もう本当やめた方がいいと思いますなんか見てて鳥肌立つよりになっちゃうよりピックになっちゃう西野カメラでもう一回言ってよりになっちゃうさあ西野さん多分言い間違えてました。岩見さんにモノモノす何絶対 AKB のって言いました。 AK ビンゴのと言いましたよ。あっめっちゃ西野さんがさ一人しか座れんからお前何ちゅうのお前この顔高島は君よ、はい。